学校開放図書館の例、札幌市立、前田北小学校図書館開放日時を示す、標識札幌市学校図書館地域開放事業は、札幌市教育委員会が中心となって実施する、札幌市立の小学校等の学校図書館を、児童生徒のほか、地域住民にも開放して、サービスを提供する事業である。学校図書館地域開放事業は子供及び、 地域の読書活動を盛んにし、読書を通じて、子どもと大人、大人相互の交流の場を広げ、地域社会の教育力の向上に役立てることなどを、目的として1978年に札幌市立水保小学校で開始されたのが始まりで、その後着実に実施感が増え、2013年5月20日現在で、小学校、中学校を合わせて104校で実施されている。 開放されている学校図書館のほとんどが小学校であるが、わずかながら中学校でも実施されている。各学校の開放図書館の実施については、各学校の PTA に委託され、PTA 役員、教職員、ボランティア、地域の代表者などで構成する運営委員会のもと、日常活動は地域のボランティアが行っている。活動内容は、本の貸し出しや選定、整備のほか 読み聞かせや人形劇、大型紙芝居などの子供向け行事、読書会や各種講座などの大人向け行事、さらに図書館の装飾や、開放図書館だよりの発行等を行っている。開館時間は原則として、週3日、午後1時から午後4時までとなっているが、各学校で独自に設定しているところもある。2013年5月20日現在、開放図書館がある学校は、以下の通りである。 ありがとうございます。